森さんいいいですか、はい、森ゆう子君、はい、生活の落ち度もなく、突然犯罪被害に遭った被害者の皆さんを、えー、支援していくという視点が、まあ、な何よりも重要であるというふうに思っております、えー、もしできましたら、私の質問の間にその、えーまあ、予算の獲得の話、さっき、分取るって話ありましたけど、まあ、1200万とか。 そういう話だったら、まあ、分取るも何もあまりも少なすぎるんじゃないかと。 いうふうに思いますので、先ほどの答弁、もう少し後で踏み込んでいただければと思いますで。旅費等の支給主体、支給額等について伺います。被害者参加人に対して迅速に旅費等の支払いを行うという点では、裁判所が私は直接支払うとした方が、後半に出席したことの確認もすぐにできるので、優れているというふうに思いますが、支給主体を裁判所ではなく、法テラスとした理由について、確認をさせていただきます。谷垣法務大臣、えー これはあの被害者あ参加人の出席というのはあの、被害者参加人の意思に委ねるというあの立て方をしておりまして、えー、そうすると義務の履行に対する保障というより、被害とは言いにくくてです、ね、被害者参加人に対する経済的支援としての性質を 有すするものだととといいいうことではないかと思いますそれでこういう性質を持っている被害者参加旅費を裁判所が、あのー、被告人といわば対立する立場にある参加人にその支給することは裁判所の、あのー、公正性、中立性というものからいかがかというこういうご議論が。 あのございましてそう日本司法支援センターはあの、一般に刑事裁判手続きに直接関わるということは考えにくいわけでございますので、えー、そこであの刑事裁判の公正性に対するあの疑念ということも生じにくいのではないかということで、法テラスの,あの総合法律支援に当たるものと。 ういうことで組み立てたということでございます森優香君。まあそれはあの官僚が考えた理屈だというふうに思いますが、あの犯罪被害者に旅費を支援することが、なぜその裁判の公正中立に関わる問題になるのか、まあ、そういうの発想が私には理解できません。それはぜひあの今後、検討していただきたいと思います。でのの場場合合ああめ旅費等の支給を受ける場合ががりますがあ 被害者参加人については、自己支給とした理由を伺います。稲田局長。先ほど、大臣からもご答弁ございましたように、この法律案では、公判期日等に出席した被害者参加人に対しまして、えー、両費等を支給するということにはいたしておりますが、えー、これはその、その裁判への出頭が義務付けられているというわけではなくて、 被害者参加人がその後半期日等に出席するか否かは、その方のご意思に委ねられておりまして、結局のところ、当該期日が開かれるまでその出席されるか否かが確定しないというところでございます、そのような事情もございますことから、現に後半期日等に出席したことを旅費等の支給の要件としたということによります。また仮にその事前の旅費の費概算払いを このような場合に実施するといたしますと、被害者参加人の方が後半キーストに出席しなかった場合に、支給した金印の返還手続き等が必要となりまして、かえって被害者参加人に負担をかける恐れもあることなどから、適切ではないというふうに考えたところもございます。ただ、被害者参加人の方の経済的負担を軽減するという、この今回の制度趣旨に鑑みまして、被害者参加料費等の請求の後は、可及的速やかに支給できるように、関係機関と協議、調整をしていきたいというふうに考えております。 で今の問題に関してですがあの、4月10日の衆議院法務委員会におきまして、大臣は出ようと思っていたけれども、やはり怖いから嫌だとか、出ていくことがプライバシーを暴かれて嫌だとか、そういうこともたくさんいらっしゃるので、結局、そのときにならなければ、実際に出頭されるかわからないというのが今までの実例であったように聞いております。と、このように答弁をされておりますが、後半に出席予定だった被害者が、実際には出席しなかったケースはこれまで何件あるのでしょうか。稲田局長 あの出席されなかったか否かということの理由についてとか、どの時期でそれが判明したかというところまで、えー、先ほど申し上げましたように、千数百件の件数について、すべて正確に調査をしているわけでございませんので、統計的なデータについて承知をしているものではございませんが。 例えば、被害者参加人および被害者参加弁護士が公判期日に出席予定でございましたが、公判の前の日になって、被害者参加人が被告人を恐れて出席したくないと申し立てて、結局のところ、被害者参加弁護士のみが出席したという事例でありますとか、性犯罪の被害を受けた被害者参加人が出席することに対しまして、被告人が近くにいることに恐怖感を感じ、あるいは被害者参加人の座席から傍聴席が思っていたより近いと。 ということを理由として、まあ、当日になって出席を断念され、被害者参加弁護士のみの出席することになった事例、あるいは公判の初日に被害者参加人として出席したものの、公判定の緊張感や被告人が目の前にいることで精神的に負担を感じ、翌日からの公判期日には出席しないこととした事例があるというふうに伺っているところでございまして、えー 被害者参加人の中には、被害者参加人として訴訟行為をする際のみ出席して、それ以外には出席しない場合もあるものというふうにも聞いているところでございます、まあ、そのような事例をせんだって、大臣はご答弁ななったというふうに理解しております。森友子君。 支給なんだと、それを一つの理由にしているわけですから、それがたくさんあるという事実をきちんと示して、示すべきであるというふうに考えております。で、あの今ほどお話もございましたように、被害者参加人が経済的に困窮している場合も想定をされますので、旅費の迅速な支払いが必要ですけれども、まあ、今、あの事前の支払いは無理だということをいろいろルールをお述べになりましたけれども、まあ、後半当日に、 えー、少なくとも支払われるべきではないかというふうに思います。申請から支払いに至るまでの流れについて、現段階でのイメージを伺いたいと思います小川志保法制部長。お答えいたします。具体的な手続きにつきましては、この法律が成立した後政省令などで定めることとなっておりますが、概要として申し上げますと、えー、法テラスといたしましては、裁判所から請求書や必要な書類の送付を受け、 それらの記載内容を確認し、旅費等の額を算定し、その額を被害者参加人に支給するということを予定しております。以上があの手続きの流れでございますマリー であの旅費等の額について伺いますが、えー、改正後の第5条、第2項で、政令で定めるということになっておりますが、その際に考慮すべき点について確認をします。証人裁判員、国家公民の例を参考にするというふうに思いますが、犯罪に巻き込まれ、肉体的、精神的、経済的に被害を受けているという点は考慮されるべきではないでしょうか。旅費、日当及び宿泊料のそれぞれについて、政令で定めるに当たっての基本的な考え方を伺いたいと思います。 稲田刑事局長あの今回の被害者参加人に対する,際する旅費等の支給制度は、え被害者参加人の方が公判期日などに出席して、訴訟活動を行うことを実質的に保障するために、経済的にも困窮することが少なくないと指摘されている被害者参加人に対し、公判期日等に出席する際の旅費等の負担を軽減するというためのものでございます。 したがいまして、そのような趣旨にのっとって、今後、政令で定めていくことになろうと思いますが、その際には、この法律の成立後に、ご指摘のような刑事の手続きにおける証人等や裁判員等の旅費等の額についての規定でございますとか、国家公務員等の旅費に関する法律における旅費等の額についての規定などを参考にしていきたいというふうに考えているところでございます。森 まあ次の質問の国選被害者弁護人の,あの選任の主力要件についても同じことが言えるんですけれども、あの何の落ち度もなく犯罪に巻き込まれて、肉体的、精神的、経済的に被害を受けているというその犯罪被害者が、この裁判に参加すると、それを支援すると、えー、そ,のそういう方たちに経済的負担を負わせないと。 こういう視点が私は必要だと思うんですけれども、大臣、いかがですか、そういう視点をその政令でこれから定めるわけですけれど金額とか、そういうものに、そういう視点が私は欠かせないというふうに思いますので、大臣、いかがでしょうか谷川法務大臣あの。犯罪被害者対策には基本的に今、森委員がおっしゃったようなあの気持ちといいますか。 考え方が必要だろうと私も思います。森有川君。はい。まあ基本的にということでしたので、ぜひ政令を作るにあたってはその点を考慮していただきたいと思います。えー、被害者参加弁護士の選定の請求にかかる資力要件を緩和するというふうに本法律で。 案では行って、そうしておりますが、被害者団体等からは、何の落ち度もなく、突然犯罪被害に遭った被害者等が、事故の資金により被害者参加弁護士を選任しなくてはならないことや、視力の有無により被害者間に差が生じることに対する疑問から、視力要件の撤廃を求める声もございます。法務省が実施ししたた被被被害害害者者者参加制度等等を利用にに対するアンケートによれば被害者 が適当と考える基準額は約三百六十八万円。これは回答の平均額でございますが、そういう結果もございます。え基準額を約二百万円、まあ現在の方式を適用した場合の額ですけれども、えー、基準額を約二百万円とする妥当性が問題となりますけれども、それについての見解を伺います。稲田局長、あの今回改正を予定しておりますその。 国選,弁護国選被害者参加弁護士の,その選定請求にかかる資料要件というものにつきましては、 犯罪被害者らの生活を維持しつつ、犯罪による被害からの立ちなりを図るために、一定期間生活するために必要な財産を確保しておく必要性が極めて高いというふうに考えられるということから、えー、現行法では、標準的な3か月間の必要性経費に相当する額の流動資産が被害者参加人の手元に残されるべきことを前提にした上で、これに被害者、えー、弁護士の報酬および費用を賄うに足りる額を加えたものを基準額とするというふうにされていたところでございますが、あー 現在の刑事通常第一審における被害者参加許可決定がされた事件の平均審理期間が約6ヶ月ということも勘案しまして、現行法の3ヶ月では、あ期間として不十分であろうということで、これを6ヶ月間の必要請求費に相当する額の流動資産が被害者参加人の手元に残されるようにしようということで、3ヶ月から6ヶ月に新調することにしたものでございます。 まあ、法務省としては、えー、このような考え方が基本的には、私力基準額の算定に関する考え方として適切ではないかというふうに考えているところでございまして、えー、これらを踏まえまして、今後、法律が成立後に、家計調査に関する各種の統計調査数値でありますとか、弁護士の方の報酬等に関する調査結果などを参考にしながら、具体的な金額は政令で定めていこうというふうに考えているところでございます。丸岡君 あの大臣は先ほども、えーその、財政難の折とおっしゃいますけれども、えー、この、まあ、途中からですから、で今年度の予算1200万と、先ほど、えー、ご答弁がございましたあの、まあ、この程度の金額なんですよね、もっとあの充実したとしても、決して怒られないと思いますから、あのえー、政令を作るにあたっては、ぜひ今ほどのことを考慮していただきたいと思います。えー 昨年の犯罪被害者団体のヒアリング及びアンケートを、えー、私も読ませていただきました、あそこで浮かび上がった課題について、えー、伺います。被害者への情報提供が不十分ではないかとの指摘はございますが、検察庁では今後の裁判の流れや、被害者参加制度のお諸世策について、被害者に対してどのようなタイミングで、どのような説明を行っているのでしょうか稲田刑事局長。 検察当局におきましては、まあ一般でご、一般的にでございますが、検察官が犯罪の被害に遭われた方や、そのご家族などから事件について事情聴取を行うときなどに、当該事件の内容でありますとかえ、犯罪被害者の方からのご要望などを踏まえつつ、裁判などの刑事手続きの流れでありますとか、当該犯罪被害者などが利用しうる犯罪被害者保護、支援のための制度などについて説明をしているものと承知しております。森友子君。はいえー もう残り時間1分という紙をいただきましたのでまとめますけれども、あの私も昨年初めて、えー、自分自身が裁判に参加をいたしました、えー、もう全く事実無根のいなかった場所にいたということで、えー、なんか裁判長に怒られたという、ありもしないことを週刊誌に書かれ、名誉毀損のということで裁判を。 やりました、結果は勝訴をいたしました、あの自分自身が裁判に出てみて、これ、改めて法廷に参加するということの大変さというものを実感いたしました、ましてや被害者でございます、何の落ち度もない方たちが、この裁判に参加するということについて、負担を負わせることがないように、ぜひしっかりと対応していただきたいということを申し上げまして、私の質問を終わります。